まずですね、そもそもの前提なんですけれども、はい、今回残念ながら今回の騒動というのはですね、はい、小保方さんご自身しかスタッフ細胞の作成に、はい、まあ、成功されていないということも混乱の原因だと思うんですが、スタップ細胞、スタップ幹細胞、はい、まあ、これまで何回作成できたのか、それと作成のコツはあるんでしょうか。追試が何かうまくいってないようですが、何回作成したのかと作成のコツは、まあ、丹羽さん今やられようとしてますが、作成のコツについて何かあれば教えてください。はい、まず私自身スタップ細胞はもう200回以上作成に成功しています。でスタップ幹細胞に行きましては、そこは実はコンバージョンがちょっと私は苦手としていて、和歌山先生は非常にお得意とされていて、現存するスタップ幹細胞は全て和歌山先生が樹立してくださったものなんですけれども、実は今回の論文はもう私の中ではこの現象論を記述したものであって、最適条件を証明したものではないという認識でした。そしてこれからまさにそのスタップ現象の最適条件を示すような論文メカニズムに迫りつつ、そして最適条件を示していけるような論文をまさに準備しようとしていたところだったんですけれども、このような騒動になり研究が止まってしまったことに本当に心を痛めております。あともう1点ですね、はい、2問目ですから、はいはい、まあ、スタップ幹細胞は難しいとしてもですね、例えばその小保方さんご自身がやはり証明、例えば環境が整えばですね、はい、作成できるご自身は終わりでしょうかというのはですね、今ネット上で、はい、例えばニコ生なんかでですね、公開実験をされたら、はい、もうはっきり分かるんじゃないかという声があるんですね、はい、とそうした声について、公開実験とかそういったことは可能でしょうか、条件が整えば。どうなんでしょうか。実験というのはいつも一人でこっそりやっているものではないので、毎日が研究室では毎日が公開実験のような状態ですので、ただどうですかね、全て証明するためには日数もかかると思いますし、どのような手法で公開実験が可能なのかについては私にはアイデアがありませんが、もし私が実験して幹細胞を作るところを見たいという方がいれば、もう今もうぜひ、もうぜひどこにでも行ってこの研究を少しでも前に進めてくださる方がいるならば、できるだけの協力をしていきたいと考えています。